てこちらには群馬クレインサンダーズの野本健吾選手と辻直人選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は関西の出身で大学時代の先輩後輩と伺っているんですが、お互いの印象はいかがですか？僕が大学入学してきた時はもう本当にもうなんか神様みたいな感じで、あんまり喋りづらかった。こっちからは自分からなかなか喋りかけに行きづらかったんですけど、辻さんの方からみんなに結構絡んでくれて、すごいそこから親しみやすくなって、社会人になってプロになってもう一緒のチームだったんですよ。付き合いは本当に長いんですね。そうですね、なのに結婚式呼んでくれなかった。びっくりした。いや、それはそれはどうしたんでしょうか。こうぶっちゃけてもいいけど、ただその社会人の時に僕と同じチームだった、僕と同い年と1個上の選手は呼ばれてるんですけど、あれ、それは大学は被ってないですよ、その2人は。ちなみにで結婚式どこでやったかもわからないレベルなんですけど、インスタでパッて出てきて、一番ショックな、そうです、インスタで知るっていう結婚を。すいませんでした。普段お二人でちょっとご飯食べ行ったりとかそういうのはされたりするんですか？二人でっていうか家族でみたいなのはありましたね、こっち来て。あの辻選手は今シーズンからあの群馬クレインサンダーズの方に加入されたということなんですが、この群馬県とか太田市の印象っていかがですか？僕初めて来たのが夏だったので、めちゃくちゃ暑かったですね。冬やったら冬で風が強いとかっていう話が聞くんですけど、まだそれは経験してないので、とにかく暑いっていう印象しかなかったんですけど、まあ、でもこう住んでもう2ヶ月ぐらい経つんですけど、もっと徐々になんか慣れれば慣れるほどなんか住みやすくなってきましたね。あの県内いろんな観光地とかありますけど、どこか行かれたりしましたか？春名山とか春名神社とか行きましたね。春名湖とか。野本選手は群馬の先輩として、はい、なんか辻さんにおすすめしたい場所とかありますか？僕もでも3日前にちょうど春名湖一緒に行ってきました。はい、なんで言えへん？神社も行った？行きました。お、行った、はい、なんで言えへん？いや、そうです、タイミングが、いろいろタイミングが、はい。良かった神社。良かったっす、はい。自転車乗った？自転車乗ってる。馬車も乗ってる。はい。めっちゃでかいもんな、あの馬。そうっす。見た？見てる。なんで見たんだ。あとあのこのオープンハウスアリーナ太田の印象はいかがですか？オープンハウスアリーナができる前は体育館をちょっと点々としながらバスケットやってたんですけど、本当にこの練習場ができてからさらに質のいい練習もできてますし、本当に満足しながらバスケットの環境に打ち込めてるんで本当にありがたいです。さあでは続いて今シーズンの目標とかも伺ってよろしいですか？はい、やっぱりチームはあの CS もまだ出てないですし、あの B リーグ B1 になってほとんど達成できてないことがたくさんあるので、もう本当そういうところを一つ一つ達成していけるようなシーズンにしていきたいなと思います。ぜひファンの皆さんに一言お願いしたいと思います。群馬県の皆さん、太田市の皆さん、はじめまして、辻直人です。好きな食べ物は寿司です。嫌いな食べ物はシナモンです。よろしくお願いします。お願いします。あ、バスケットは、あ、群馬県の皆さん、太田市の皆さん、はじめまして、辻直人です。今年、群馬に来たばっかりなので、皆さんにとっても、自分自身にとってもですね、あの素晴らしいこのバスケットを人生における1年にしたいなと思いますので、バスケットでどん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 太田を、そして群馬県を盛り上げたいと思いますので、ぜひ今シーズンよろしくお願いします。お願いします。群馬県の皆さん、太田市の皆さん、こんにちは、野本健吾です。最近ハマっている食べ物はクリーム抜きのパンケーキで、フルーツドカ盛りのパンケーキです。それただのパンやん、ね、それ。嫌いな食べ物はありません。はい、素晴らしい。あざす。あざすじゃない。あざすじゃない。群馬県の皆さん、私は今シーズンこそはチャンピオンシップ出場、その先にある優勝を目指してチーム全員で戦っていきますので、応援の方よろしくお願いします。あ
と一個ちょっと私野本選手に聞きたかったことがあったんですが、はい、野本選手車のドライブが趣味とホームページに書いてあったんですが、はい、群馬県内のおすすめコースとかありますか？へえ、そんなん聞いてみたい。でも草津とかも行きましたし、桐生自分あのよく行くんですけど。私桐生出身です。あ、本当ですか、はい、夏とかは桐生の山の方まで行って山の中に包まれて湖っていうかその川の流れを見ながら、まあ、ちょっとマイナス4感じ。なんかあったんかい気分転換やんでるやんそれ。なんかあった大丈夫か。あのちなみに富士スバルさん提供の番組なんですけど、スバル車とか乗ってみたい車種ありますか？あ、レヴォーグとか乗ってみたいです。はい、かっこいいですよね、はい、うん、いろいろと伺いましたが、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。